お引っ越ししたいと思います。これはハブトロ入れます。ハブトロの家です。リボンちゃんを入れます。まだです。リボンちゃんちょっと待ってから、まずはこれを買ってきました。さあリボンちゃんやり、次はカブトムシのマットです。マットです。ポテト入れたいと思います。次に買ってきたのがカーペットです。カーペットです。木のカーペットです。うん、カブトムシか。次に買ってきたのはのぼり木。のぼり木です。カブトゼリーも入ってます。はい、次はカブトゼリーです。リボンちゃんに見せたら美味しそうだね。はい、じゃあまずは何をしますか。これこれはカゴの中に入れると思います。はい、危ないのでお母さんの上に。カブトゼリーなんか開けてくれ。お引っ越ししたいの？ちょこちょこ。こんでいいのかちょっとわからない。とりあえず。こんなぐらい。え？あ、ストップ。ストップでいいの？はい。ちょっと平らにします。ちょっとカメラが揺れちゃった。はい、次はこれを入れたいと思います。この中に入れてください。あ、確か入れます。はい、手袋いる？いらん？もういいか。いる。もういいや。いいか。せいなちゃんが保育行ったので手袋なしにします。はい、保育行ったので、これをちょっと重ねるぐらいでここら辺に入れてくれる？はい。大丈夫大丈夫です。はい、冗談。これ普通の木だから大丈夫やで。はい、もう一つか。そうそう、重ねてください。最後二つ、うん、でここら辺に置いておいてくれる？はい、そう。入れました。のぼり木です。ちょっとゼリーを開けましょう。なんかさ、これのゼリーでいいじゃない？カブトも食べれるの？とりあえずこのゼリーをしましょう。入れましょう。ね、つなげてや。これをちょっと立つぐらいに、斜めぐらいにしてくれる？うん。ちょっとここか。めっちゃ臭いです。臭い臭いです。はい、なんかこれ滑り台みたい。で次リボンちゃんを入れたいと思います。入れましょう。どうやって入れましょう？どうやって入れよう？誰が入れる？嫌です。うん、あーちゃう、もうパクっていいです。大丈夫で、そこに座ってて。セイナちゃんのいい品買ったら意味ないじゃん。座っててママが入れてあげれば。ちょっとセイナちゃん怖いので、ママも怖いんですけど、このママでいいね。いやいや、ほらほら、
閉めます。はい、これでお引っ越し完了。これでリボンちゃんのお引っ越しが完了しました。どうですかセイナさん。頑張ったね。何もしてないけど、いや、いっぱいしたね。これも置いたし、ゼリーのやつも置いたし。こちらやるの？早速リボンちゃんが食べてくれました。食べてますね。おいしいかな。食べてみる。私はカブトムシ。ちなみにこのカブトムシはパパが捕まえてくれました。めっちゃ嬉しい。あ、もう食べない。お腹いっぱい。木食べるのか。木は食べません。ちょっと美味しすぎてやばいって言ってる。なんでセイナ食べますかって。食べません。あれ、食べてる食べてる。痛くなったらこれのたちにしましょう。見てくれてありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。